L&G 株式会社 L&G は東京都新宿区に本社を置いていた健康食品販売会社多数の事件で摘発され破産した創業者の波和次は2012年に実刑判決を受け就監中称号の由来はデーデスジェントルマンを略したものバイオ遠赤外線関連商品 DVD システム及び 関連周辺機器などの研究、開発、製造、販売などのほかウェブエン炎天市場と称するショッピングサイトの運営を行っているとしていた。L&G 社のホームページにおいて公開されていた映像によると、技術か炎天ンンは電子マネーとして使用可能と公開されていた。10万円以上を預け、明かり会員になると1年ごとに預けた金額と、 同額の炎点を受け取ることができる年利100%の金利が払われるとされ、受け取った炎点は炎点市場で利用することが可能とされていた。L&G の波和に会長は自身のブログにおいて炎点には強制捜査を受けた炎点市場ともう一つの元金炎点市場という2種類の利用法があると解説していた。後者は日本円、ドル、ユーロ、元、ウォンなど 現行の通貨を稼ぐ目的で運用される炎天と称していた。だが、並会長は、自らが発行した通貨にもかかわらず、インタビュー時以外は全く使用したことがないことを、日本テレビ、真相報道番記者、2007年5月13日放送にて明らかにしている。炎天の実態は、購入単位が非常に大きかったにもかかわらず、 一般的な電子マネーとは比較できないほど対応店舗が少なく家電量販店等のポイント程度の機能と使用方法しかなかった。偽造通貨にほぼ等しい扱いであった。布団、健康食品などの販売を主な事業としていたが2001年により延転と呼ばれる電子マネー形式の疑似通貨を発行し元本を保証した上、 100万円を預ければ3、か月ごとに9万円を支払うとのみんで、日本国内の不特定多数から協力金と称して、多額の出資金を集めた。2007年1月頃から資金繰りが悪化、従業員の大半を解雇し、配当を現金から円点に切り替えたものの、円点による配当の支払いも止まるなど、企業活動は事実上停止していた。 2007年5月13日放送の真相報道番記者にて出資した保証金が戻ってこないどころか逆にさらなる出資を強要するような書類を突きつけられていた会員がいたことが報道された同番組のインタビューに応じた並会長の発言によれば2008年2月まで保証金の返還が停止されていたというこれを受けて番組コメンテーター全員が マルチまがいでかつ詐欺的な商法であり、取り付け騒ぎに発展する危険があるといった継承を鳴らすコメントを述べた。自転車操業や無限連鎖行、いわゆるネズミ工を指摘する声もあった。さらに、同年9月23日の読売新聞の報道によると、同年2月から会員5万人への配当が停止されており、9月20日には多くの社員を解雇していたことが判明した。 2007年10月3日、警視庁及び宮城、福島県警察の合同捜査本部は、L&G に対し、出資法違反、預かり金の禁止容疑で一斉捜索し、会社や会長自宅など全国60カ所の家宅捜索に、で、10時間に及ぶ捜査により、段ボール箱1000個以上の資料を押収した。全国約5万人から1000億円を超える資金を集め、 詐欺容疑での立件を視野に入れ捜査を進め、過去最大規模のマルチ商法事件に発展する恐れがあると報じられた。波和議会長は1960年代よりマルチ商法の会社 APO Japan を設立し25万人に対し販売したが、高校生が自殺する騒動に発展、1978年に詐欺で実刑判決を受けた。 日本で初めて法的処分を受けたマルチ企業の会社であった。会員の募集や会社の信用を高めるため、以下の演歌歌手、タレントを広告等として招き、関連団体を会始ホテルや国技館などで無料コンサートを月10回にわたり行った。L&G 被害対策弁護団では、これら演歌歌手、タレントに対しても損害賠償を請求する。 可能性を示している。関わった芸能人は以下の通り50音順。L&G 被害対策弁護団では積極的に関与している大学教授や准教授について被害責務紹介書を発送している。細川隆のギャラは1回1200万円であり、50回以上出演した。さらには、 他の歌手を紹介することで彼らの出演料の一部を紹介料としてピンハネした。これを理由に、細川は2007年の第58回 NHK 紅白歌合戦の出場を辞退した。また、森山雅美、慶応義塾大学医学部元准教授が L&G の講演に出席した。波の結婚式では、金田翔一がナコードを務めた。 2003年7月、関連会社、ロイヤリティコスモを設立。幹部によると、この会社の社員は、コスモガールと呼ばれる女性だけで、大半は、営業部の社員が、行きつけの六本木の店で勧誘した、客ら嬢だった。7年頃には20から26歳の約25人が、所属していたという。コスモガールは、一律月給30万円で、 仕事は会員向けイベントで受付をする他は、男性社員らが酒を飲むときに同席するだけだったという。同社は、渋谷区、大館山や港区西麻布などにあるマンションを、社宅として無料で使わせていた。コスモガールの中には、タレントの卵などもいた模様、大型の詐欺事件では一旦詐欺被害に遭った被害者が、 改めて別の詐欺師の標的とされるケースがままあるが、L&G の場合もこうした事例が多く発生した。騎士は、イマジネーション L&G 被害対策弁護団を名乗る、詐欺、その他証券会社、被害回復のための法人を名乗る、詐欺、例、ジャギー、日本ゼネラルマネージメント、SPC 証券等、NPO 法人、破産管罪人のボランティアのほか、 弁護団弁護士を語る者などが、電話やファックス等で、被害者に協力金や、円点、明かり価格の証書を、額面の数十パーセントの金額で買い取る、あるいは同様の金額を返金するなどと、巧みな話法で、さらに費用を請求する手口で持ちかけるなど、主な業者名、並活人による、弁護団業務の妨害、弁護団を午後3日で解散することとなりました。 つきましては着手金の返還を一部受け付けます。本日24日70%、25日50%、26日30%。なお返金処理に再初別ッ2万円をお振り込みください。しかしながら、上記の書き込みの事実はなく、振り込み先は弁護団が管理する口座であったため、詐欺には該当しないが、儀形による業務妨害に該当する、 可能性が高いと弁護団は説明している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。